びっくりした。つけた瞬間コメントが来たけどびっくりした。早いね。ありがとう。ちょっと待って、テロップだけ書かせてね。今日来てくれてありがとう。いやびっくり、早っ来るのありがとう来てくれて。久しぶりに会えた気がするよ。こんばんは。ゆらりんです。こんばんは。今日時間の都合で一回しか行けません。来てくれただけで嬉しいよ、ありがとう。今日は握手会が幕張メッセでありました。今日来てくださった皆さん本当にありがとうございました。そしてですね、今日はですね、握手の合間にですね、じゃんけん大会がありましたね。予備選がみゆみゆさんと私でじゃんけん大会の予備選挑んできたんですけど、相手はですね、HKT48 さんの田島メルさんと AKB48 さんのマチャリンさんとだったんですけど、クレープありがとう。あ、千穂ちゃんのアバターだったんですけど、予選敗退しちゃいました。ショック。バラありがとう。あ、私もあーちゃん久しぶりに会えて嬉しかったよ。千穂ちゃんのアバターかわいいな。残念。もうしかもマチャリンさんとメルさんは本番の前にすごい、なんでそんな緊張してんの、大丈夫大丈夫みたいな感じで声かけてくださって、めっちゃ優しくって、いろいろおしゃべりさせてもらって、うちら弱いからみたいな言ってて、本番もでもファンの人も私たちじゃんけん弱いから期待してないんですよはは、みたいな感じでおっしゃってたのに、まさかの1回目で負けてしまうという負けちゃいました。もうショック。みゆみゆさんと2人で何を出すか事前に相談してたんですけど、ダメでした。残念。はつみさんありがとう。メンディーさん、 ST48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。メンディーさんありがとう。そう、ドラさん今回めっちゃ強いねって話をバスでしてたメンバーが。タコーありがとう。アイスありがとう。そう、そういう余裕がね、勝ちにつながったんですかもしれないです。そうなんです、大人の事情のお二人に負けちゃいました。勝ちたかった、めちゃくちゃ。ちなみに私とみゆみゆさんで話してたのは、なんかめちゃくちゃ曲は可愛い感じで、ハート型ウイルスとかワルキーみたいな感じだけど、なんかダンスはもうダークネスみたいな、めっちゃ踊るみたいな曲が欲しいですみたいな感じで言ってて、みゆみゆさんは衣装のこと聞かれた時に、私はダンスをしたいんですって言ってたから、こうなんか2人で結構ね、そういう感じの曲とか作れたらいいねっていう話をして盛り上がってたところだったんですけど、残念です、予備選敗退ということで。こんばんは。大人の事情のお二人はマチャリンさんとメルさんです。勝ってほしかった。私も結構ね、理想はいろいろあったんですけどね。さやまる本戦出場なの、おめでとう。クレープありがとう。STU はほのたんさんとココアさんペアとアイポンとソラとまひなさんと、あとはのかほたるさんとありちゃんさんかな。みゆみゆさん、そう、ダンスをしたいって言ってたよ。バラありがとう。そしてあとくうかさんですね。くうかさん、そう、あとふくちゃんさん、タコーありがとう。
が STU からは本戦出場かな。クレープありがとう。iPhone がコラボしたいって言ってた。しようよしようよ、キャットスタイルよ。久しぶりやね。怒ってない、全然怒ってない。私は男装よりかは可愛い感じの方が好きだから。そうグーってあんなに言ってた。そう、なんか考えすぎちゃって、逆に考えすぎちゃって、なんか私とみゆみゆさんの考えでは人って結構グーかパーを一番最初に出すことが多いんじゃないかみたいな話になって、チョキをあんまり最初に出す人はいないんじゃないかみたいになって、だからあら待って、何だったっけ、私パー出して負けたのか。あら、あそう、チョキを出す人あんまりいないから、パーは負けないんじゃないか、アイコか勝つしかないから、パーを出したら負けないんじゃないかって2人の予想でなったんだけど、そんなことなかったみたい。やっぱりじゃんけんの予想はできないね。ごきげんよう。じゃんけん2勝したんだ、さやまる。すごいやん。あ、そうめんが来てくれた、ありがとう。クレープありがとう。明日も行っていいですか？いいとも。同じこと言っても行けてるか、他にもいた。あー、やっぱり考えすぎだったのかな。もう何も逆に考えずにポンって出せばよかったのかな。パルルはチョキなかった記憶が。でも本当にじゃんけん大会って本当にガチなんだなってめっちゃ思った。はい、最近ほんま大人っぽくなったと思う。ほんまに？イエーイほのたんさん、なんかまた食べて、まだなんか食べてんの？ほのたんさん、おデブだ、おデブ。この時間に食べて、うらやましい。握手券取って、ああ、ありがとう。え、ナンバラリリってこれ本物？本物なのかなこれ。iPhone にばらさないから来て来て。明日は浴衣だよ。そうだよ。でも前回と同じ浴衣なのか違う方なのかは分からん。多面レーンで並んでる時手を振られて行きたみました。え、来て来て来て、喜ぶ。来たら明日ね、いっぱいまた写真送るね。クレープありがとう。え、本物なの？え、本当に本物？本物なの？え？ハートありがとう。何来てくれたの？ウケる。キムチ納豆の海苔巻きです。こんな時間に食べたらデブだって言って。今日も好きが増したわ。嬉しかった。今日はちゃんと遠くにいるとき手振り返してくれたね。ハートありがとう。こんばんは。なぎさん、はつみさん、ありがとうございます。STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。なぎさん、よろしくお願いします。昨日の浴衣何してた？かわいいか、ありがとう。ありがとうございます。明日、今日はね、まひなさんはね、今日も浴衣着てた。3日連続で3着浴衣持ってきてるらしい。明日サンフレユニで行こうかな。おっ、うん、晚上好、我叫有良中哈。そう、明日浴衣だよ。可愛い声してるね。え、ありがとうだ
そう、負けた瞬間崩れ落ちちゃった。一度着てなくて、これはねホテルのパジャマなんですよ。ちょっともうめんどくさくなっちゃって、大変くなっちゃって、私服が着替えちゃった。ねえ違う、大抵俺に向かって振ってるんだよ。誰もありがとう。私は戻ってきてくれたらすごく嬉しいよ。もちろんそれは嬉しい以外の感情はないよ。誰もありがとう。今日も会えて嬉しかった。ああありがとうございます。わかんないよ、なんかメンバー同士で交換とかさせてくれるんだったらね、いいよね。19歳には見えない。どっちに見える？大人っぽく見える？そう、え、ココアさんのカープのやつもさ、あれ自前って言ってた気がする。すごかった。みゆみゆさんの方が2センチ明かりよりチビだよ。明日テストやから、いけんのか。あーテスト頑張ってー二人のコスプレ見たかったな。私もやりたかった。ほのたんさんが 6P チーズゆらちゃんにあげるってよ。こんな時間に食べたらデブるからいります、食べたいですって言っといていらないと見せかけて、もらえるものはもらうよ。ハートありがとう。なんで緊張すんの？楽しくて3回も行っちゃった。イエイ、何回も楽しかった。バスローブじゃないよ、パジャマだよ。忘れてないよ。チーズから揚げ、からからから揚げ、おお、から揚げ食べる、食べる、お食べるよ。あーたありがとう。レンちゃんさん、はつみさんありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。そう、自前、私も自前持っていけばよかったな。ハートありがとう、来てくれてありがとう。私が154点なんぼで、みゆみゆさんは152センチぐらいなの身長。クレープありがとう。ココアさん抜かれちゃいそう。私もさやまるのコスプレ期待しよう。ランク外コンサートあさって、頑張らないと。もう覚えないといけない曲がいっぱいありすぎて、もう頭がパン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 。中国語で話しましょう。あー頑張ります。取りに行ってコラボ配信しなよ。いいのかな、言っちゃって。名刺の裏にね、なんか名刺にサイン書いてるグループとかあるから、私も書きたかったんだけど、言ったら STU はダメなんだって。舞ちゃんがモノマネしてた。なんの、私マックしか、はよ触覚。この時間のカップラーメンは私禁止にしたんですよ。バズローブじゃないもん。明日も来てくれる？ありがとう。次はたくさん話すね。今度ご挨拶行きます。キューマさんね、待ってるけんね、約束だよ。服部平次やって。カズハ手離したら殺すで私初見さんのこと初見さんって読むんですよ、ずっとなんです。クレープありがとう。明日マジで会いたいけど握手ある、あるよ。ハートありがとう。カープの浴衣って5万するらしい。そんなにするの。あんちゃん150あるのかな、ないのかな、わかんない、ないかもしんない。あ、今サンフレから LINE 来たわよかったんだ。そうね、そらちゃんと同い年、本田そらちゃんと今日じゃあ会った何回か。アイさんありがとう。
黒の浴衣に合いそう。そう、黒とか紺とかをねよく着るんだけど、今回選んでいただいたのは紫だった。色白かな、私好きじゃん。今日みーちゃんさんの写真送ったよメールで。おきれいだ、うん、iPhone の隣にいるとね確かにねちょっとちっちゃく見えるのはあるね。 iPhone 意外とめっちゃ身長高いけん、165とかあるけんね。 iPhone 早いんですよ、早いじゃない、高いんですよ意外と。HKT もダメって言われた。一緒なんだね。じゃあそう、 STU もね書くのダメらしいんですよね。あと寝るだけの体勢。いやまだねお風呂入ってないの。いや直接見れなくて、ま、枕濡れしてる。いっぱい写真送るね。動画とか送れたらいいのにね。動画の方がちょっとさリアリティあるよね。アイスクリームはバニラなら実質ゼロカロリーだよ。うん、色が白だから。誰もありがとう。そう、夜中のラーメンはね本当に最高なんですよ。でも本当に夜中のラーメンしすぎてね、あ、本当にデブったので今は禁止してます。蒙古タンメンね美味しいよね。くにさんありがとうございます。はつみさん、はつみって読んでるの知ってるってことは発明じゃないのかな。 ST48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。明日何部だろう、明日何部でしたっけ。はつみちゃんさんありがとうございます。ご隠居マイボーラーさん、すごい名前ありがとうございます。 ST48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。マチャリンさん仲良くなったというかね、少しお話しさせてもらいました。ひょっこりまた現れるかも、ひょっこりやん。紫だったけんねびっくりした。あ、なんか全部あの衣装さんとかが選んでくださってたんですけど、おー紫なんや私と思って。カズマサさん初見やないやん。166か、アイポン、アイポンめっちゃ美人よ。特に今回の浴衣姿のアイポンほんま美人。朝測ったら身長高くなるよね。それはみーちゃんがさっきの配信でその写真送ってって出てきた。あーオッケーです。私ただのファンだからさ、みーちゃんさんにさ、あちょっとあの振り向き加減、あもうちょっとこんな感じでちょっとあいい可愛いですねみたいな感じで写真撮ってた。今日も可愛いね、ありがとう。ワイもまだ入ってないから一緒に入るか。何言うとんねん。そうサイン書こうとしたね、私もダメって言われたの。え、わかんない、 AKB は書いてる子もいるらしいんだけどダメらしい。 STU はクレープありがとう。南さんファンの方、私に感謝してよ。明日浴衣だよ。お、募金来てくれたんだ、ありがとう。明日はもう浴衣です。あ、ファンの人同士で一緒に泊まってるのね、それは絶対楽しい。明日3部だって。そう、私はもうご飯のケータリング、今日聞いてか、今日ケータリングかき氷やったのにさ、行った時間に合わなかったの。もうほんと人生の終わりだと思った。もう行った時かき氷なくなってそこから元気がなくなりました。かき氷を楽しみに頑張ってたのに、じゃんけんは負けるわ、かき氷は売り切れてるわ。明日12時からです。握手87連です。ありがとう教えてくれて。
明日会場にはいるのにユラには行けない。そうなの。もう絶望感です。じゃんけんも負けました。なんか私が着いたのが3時とかだったんですよ。その時はまだあったんだけど、こうじゃんけんとか行って撮影とか行ってたりしたらもうなくなってた、かき氷。はじめまして、小屋かわいい、しょうやさん、ありがとう。 ST48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらかいです。かき氷食べながら予選出てたの。のえさん、のえさんどこにいても分かる。なんかこうどこかでのえさんの声が聞こえるなって思ったら、そうすごい元気な声聞こえるなって思ったらね、確実にのえさんいる。かき氷食べようよみたいな声が聞こえる。覚えてるよ。5万ループする。あれよ、今日めっちゃ感動する話があって、最近新しくマネージャーさんが増えたんですけど、すごく優しくって、今日私がこうなんかキングレコードの方とかもいらっしゃって、今日冷麺がケータリングで出てて、冷麺を持ってたんですよ、大人の方が。それをこう持ったままこう横を通り過ぎるときに、私その冷麺をじーっとこうやって見てたんですね。あ、いいなと思って、全然食べれてなかったから、あ、いいなと思ってこうやって目で追ってたら、それを見てたマネージャーさんが、私が撮影の間になんか冷麺を取りに行っててくださってて、撮影終わったときに入って渡してくれて、えっみたいな、もう感動して、えっと思って、でなんかしかもミニサイズじゃなくてちゃんと普通のサイズにしたよって言ってくれてて、みたいな。ありがとうございますみたいな。ミニサイズじゃ足らなかったです、よかったですって言って、もう神やと思って、その後オムライスももらった。記憶力いいよ。梅ジュース、へえ、美味しそう。梅大好きだから。いいね、ありがとう。いや、じゃんけんのね撮影やってたんですよ。ハンディ扇風機で持たせません。なんか今日そのじゃんけんの撮影の時に、なんか初めてなんかね、めっちゃ難しいねポーズの要求をされてね、全然できんやったんよ今日。なんかね、座りよって、なんかもうちょっと前かがみになってちょっと肘ついてみたいみたいな言われて、全然できんくって、あー私全然できんわと思った。わからんかった。明日もなんなら間に合わんかったって嘆く未来が見える。それな。でも明日は